皆さん、ヤッホー、リキチャンネルのリクです。今日はセリアでめっちゃ可愛いスライムを見つけたので6個買ってきました。もうね、まあ、我慢できなくて開けちゃったのもあるんですけど、今回はこの6種類の可愛いスライムを紹介していきたいと思います。今回紹介するスライムなんですけど、全種類かどうか分かんないんだよね。セリアにある種類は全部買ってきたんですけど、まだ種類あるのかな、分かる方はぜひコメントに書いてください。で、今回のスライムがこちら、じゃん、ジューススライムです。これがブドウ、こっちがレモン、青リンゴ、オレンジで、パイナップルで、最後が開けてしまったピーチの6種類を買ってきました。まだ種類あんのかな、気になるよね。じゃあ早速、まず開けちゃったピーチから紹介していきます。はい、まずピーチはこんな感じで、めっちゃ蛍光色のピンクでね、ちょっと待って、全部出そう。すごい、これはね、タプタプ系、プルプル、こうやっても音がしないタイプのスライムです。で、香りが本当にピーチで、すごいの、びっくりした。本当にこんなプルプルです。これが100円ですからね、皆さん、やばい。でもね、しまうのがね、結構大変だと。ほんとこれは全部出すのはいいけど、結構大変です。じゃあ次はレモン。じゃあ香り、あ、めっちゃね、香りがすっごいレモンですよ。これめっちゃひんやりしてるね。こんな感じです。これは蛍光色の黄色、なんかね、レモンのグミの香りがする。はい、やばい、プルプル。本当にあんまプルプル系持ってないんだよね、私。次はじゃあ青リンゴ。青リンゴジュースなんかないよね、そうそう。あ、すごい、これ青リンゴじゃん。あ、すごい、これ永遠と嗅いでられる匂いですよ、やば。はい、こんな感じ。これは蛍光色の緑。まあ、触り心地は全部同じなんですけど、香りが一つ一つ違うんで。はい、こんな感じ、手にくっつく、なんかこれ。はい、じゃあ次はパイナップルスライム。あー、なんかこれはあんまりしない匂い。パイナップルではないな、この香り。めっちゃ綺麗、色は透き通ってて軽い、なんて言えばいいんだろう、 なんかちょっとしかしない香り。はい、こんな感じですね。うん、なんかほんのりパイナップルって感じで、本当に透き通っててめっちゃ綺麗。はい、こんな感じ。よし、じゃあ次はじゃん、オレンジスライム。これは定番ですね、オレンジジュースは。もう私、ジュースの中オレンジジュースが一番好きです。これは蛍光色かな、透明ではないと思うけど、まあいい感じの色ですね。香りも分かんないんですけど、なんかオレンジかなって感じ。最後はブドウスライム。香りは、あ、ブドウだけど、もうちょいね、この香りがなんか優しい感じだったらちょうどいいかもしれないけど、すごいきつい。でもめっちゃ綺麗な色だね、紫も。はい、こんな感じで6種類全部紹介し終わりました。はい、本当にね、全部色も綺麗で香りもすごかったのでめっちゃおすすめです。はい、今回はセリアの新しく出た新作ジューススライムを紹介しました。これからもね、スライムの動画いろいろやっていくので、まだチャンネル登録してない方はチャンネル登録忘れずによろしくお願いします。グッドボタンもよろしくお願いします。リクチャンネルでした。バイバーイ。最後まで見てくれてありがとうございます。そして前の動画もここにあるのでぜひ見てください。で、チャンネル登録は、あ、ここ、チャンネル登録もよろしくお願いします。そして、Twitter と Instagram もフォローよろしくお願いします。リクチャンネルでした。バイバーイ。